はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、ビットコインの ETF が思った以上に早いタイミングで承認されるんではないかというような考えが、これ僕の中で出てきたので、皆さんに共有していきたいと思っています。で、じゃあ思った以上に早いタイミングっていつなんだっていうと、これ僕の感覚なんですけれども、今年の11月ですとか、あとは来年の前半にこの ETF っていうのが承認されれば僕は早いタイミングなんではないかなと思ってます。なぜこれが早いタイミングだと思うかっていうと、やっぱりまだまだマネーロンダリングですとか、あとは税制ですね。こういったところの改定が、まだまだ間に合わない。もしくはその一般投資家が、安全に安心して投資をできるような、投資家保護というところがですね、整うのってそんなに早くできないんじゃないかなって僕は思うんですよね。で、ここ最近 SEC のゲリー・ゲンスラーさんですね、のコメントを聞いていると、結構慎重に、しかも時間をかけてしっかりと制度を作って、この ETF に向けて、もしくはその仮想通貨の取引っていうものをより広げていくための、今土壌を作ろうとしているというように僕は思えますと。なんですけれども、そういった、今の SEC の取り組みがある一方で、我々として、もしくはそのアメリカの政府として、一つ見逃せない事実が今あるというのが、これ非常に重要なポイントになってきます。で、それ何かっていうと、皆さんもご存知の通り、人民元のデジタル化というところが非常に大きなポイントになってくるんじゃないかなと思ってます。で、先日もニュース出ていたんですけれども、レイダリオさんがですね、人民元に関しては、思った以上に速いスピードで、世界で最も大きな、いわゆる基軸通貨に今後移り変わっていくんじゃないかっていうふうに言っていますと。で、それはどういうことかっていうと、今、基軸通貨であるドルが、今のポジションを失うということが、今後近い将来起きるんじゃないか、もしくは、かなり緊迫した、もしくは切迫したような、その均衡した状況になるんじゃないかっていうことを言っていますと。で、今、中国はですね、世界で一番貿易を行っている国なんですが、人民元はですね、世界中の流通の中の約 2% ぐらいしか使われてないんですね。なので、まだまだこの基軸通貨になるっていうのはもう夢のまた夢ぐらいな今状況ではあるんですけれども、今後ですね、これデジタル人民元化することによって、非常に使いやすくなるということもやっぱありますし、あとはですね、やはりその今ドルの不信感っていうのが非常に高まってますよね。なので、今後特に新興国を中心にこのデジタル人民元っていうのを広めていくことで、中国はですね、この人民元の基軸通貨に向けた一歩一歩のこの歩みっていうのが、さらに今後加速するんじゃないかというふうに言われていますと。で、そんな中、アメリカのもですね、デジタルドルを今後発行していくというようなことを今検討しているようなんですけれども、それまでのつなぎ役として、Facebook がですね、Facebook は発行ではないんですけど、Facebook が運用して、あとは、別の、ここ最近パートナーを組んだ銀行と一緒にですね、発行運営をしていくという DEEM というものがありますね。これ人によって DM というふうに言うかもしれませんが、僕今回は DEEM と言いましょう。で、DEEM があるんですけれども、DEEM はですね、その、政府が、もしくは中央銀行が発行するデジタルドルが発行されるまでのつなぎ役になるんじゃないかって言われてはいるんですけれども、今非常にこの急ピッチでアメリカの政府は準備をしているというような状況にありますと。で、そういうふうな今状況にある中で、中国はですね、今ビットコインの規制っていうものをマイニングですとか、あとは取引っていうところも含めて禁止してますよね。で、これなぜかっていうと、ビットコインを中国人が使っているようであれば、ビットコインの代わりにデジタル人民元じゃ使おうかみたいに今後なっていかないと。なので、中国人の人はもう、中国人の人だっていうか、中国国内ではデジタル人民元を優先的に使ってもらうためにビットコインの今禁止をしていると。僕はこういうふうに思ってます。で、今後、中国人がこのデジタル人民元を使うことによってビットコイン使えなくなるので、そういったもので、いろいろとですね、いろんな人とやり取りをし始める。今後特にアメリカにいる中国人とか、中国人で世界どこにいようが、このデジタル人民元を使うようになるということで、どんどん流通っていうのが、世界中で拡散していって、まずは中国人が使う。で、その先のやっぱ貿易とかですね、まあいろいろ中国からやり取りをする人たちにどんどん今後拡散していって、まあ、非常に便利でもあるので、まあ、そういったところからじわじわと外堀を埋めるような感じで、この人民元のポジションというのを確立していくんじゃないかと、まあ、いうふうに思ってはいるんですが、まあ、こういったことが起きるのであれば、まあ、そのアメリカとしてはですね、やっぱりそのデジタルドルを発行するまでに、まあ、しばらく時間かかると思うんですね。で、中国っていうのはこのデジタル人民元に対してはかなり早い段階からやっていて、かつ、まあ、中国の、まあ、一部で、まあ、応募してきた人に対して、まあ、パイロットみたいな形でですね、まあ、取り組みをやっていましたし、まあ、デジタル人民元の実装に関してももう準備万端というような感じ、まあ、万端というか、まあ、準備はしっかりできているというような状況にあると。なので、この2国間のデジタル通貨に対しての進捗度合いっていうのはかなり差が開きがあるんですよね。で、そうなってる中で、じゃあこのデジタル人民元の拡散、ネットワークエフェクトがより効いてくるような状況を抑え込むために、やっぱりこのビットコインの、世界流通っていうものを、サポートすることがアメリカの人民元のこの世界流通をさらに拡大していく、いろんなところに広がっていくっていうものを、一つ抑え込むような、効果っていうのが僕はあるんじゃないかなと思うんですよね。で、これがメインの、なんていうんですかね、理由としてアメリカがビットコインの取引っていうものをより促進するような、投資家保護っていう観点からも含めて促進するような動きにするかっていうと、それだけが理由ではないとは思うんですけれども、やっぱりこのデジタル人民元っていうところに対しての、恐怖とか警戒感っていうものを、いかにどう抑え込むかっていうふうに考えると、そもそもじゃあアメリカはデジタル人民元使いませんよと。あとは中央銀行のリザーブとしても人民元使いませんよというのはできたとしても、やっぱりどんどんたくさんの人が人民元をデジタル通貨として使い始めたら、やっぱりそれを抑えられないわけなんですよね。じゃあそれに代わる代替の通貨が何があり得るかっていうと、やっぱりまずはビットコインもしくはイーサだと思うんですね。なのでこういったところに対して、状況を改善して、で、かつ、これ ETF っていうのは後々おまけみたいなもんであって、本当にこの ETF が承認されるまでのタイミングで大事なのはより規制とか、あとはマネーロンダリングが起きないような何かしらのそのチェック機関っていうものを置くというところだと思うんですけれども、こういったところをどんどん整えていくことで、より多くの人が仕方ないんですけれども、ビットコインを使っていくようになると。そうすることで、多くの人が他の通貨に流れるんじゃなくて、ビットコインっていうのはある程度いいんじゃないかっていうように、一つのアメリカとしての妥協案なんじゃないかなと思ってます。あとはもう一つはですね、やっぱり非常にここ最近アメリカとしては気にしているのは、ステーブルコインの発行枚数っていうのが、発行額っていうのが正確ですかね。どんどん急拡大していると。で、じゃあこれもうステーブルコインあるんだったらデジタルドルいらなくないみたいな感じになりかねないですし、今実際今後そういうふうになっていってもおかしくないというような今状況なんですよね。で、そのテザーとかですね、他のステーブルコインの今の運用状況が問題あるとかっていうのは僕も以前動画出しましたけれども、じゃあそれはそれで問題としてはありながらも、やっぱり一般市民がこのテザーをある意味もうドルのようにインターネット上で扱っていて、かつ今後いろんなところで買い物する中で、じゃあこのテザーを使って買い物できるようになりますよとかっていうふうに今後なっていってしまうようであれば、じゃあドルの意味って何なの、本当にドルが存在している意味って何なの、いらなくないみたいな話にも今後どんどん進展していく可能性がかなり高いんじゃないかなと思ってるんですね。で、かつここ最近の、すみません、今日ちょっとチャートないんですけれども、発行枚数とかっていうのを見てると、1週間で1兆円近く発行されていたりとかっていうのもするので、今後はおそらくどんどんこのペースっていうのが、指数関数的にとはまでは言いませんが、増えてくるんじゃないかなと思っています。で、かつ、ETF も承認されるっていうのは将来的な話ではあるんですけれども、このやっぱり、人々がですね、仮想通貨っていうものに対して、もう投資対象の商品として、ETF があるないは別として認めていくようであれば、やっぱりこういった市場に対してどんどん資金が流れ込んでいくと。で、今回もありましたけれども、うわ、クラッシュがある、どうしようってなったら、今までであればステーブルコインってそんなに市場も大きくなかったので、あ、じゃあ一旦ドルに戻さないといけないねっていうのが、まあ、前回っていうのは、まあ、今年とか起きている暴落のタイミングじゃなくて、2018年とか、まあ、それ以前のタイミングですね。で、そういったタイミングではですね、あ、もうじゃあ暴落してるからドルに戻さなきゃっていうことしかできなかったのが、まあ、今であればわざわざドルに戻すんではなくて、あ、じゃあもうテザーに戻しとくか、ステーブルコインに戻しとけばいいよねっていうような今状況になってるんですよね。そうすると、この仮想通貨、クリプトのエコシステムの中に、まあお金がもう滞留するというか、まあ、残しておけると。で、このクリプトの世界の中ではもうテザーがドルのような位置づけになっていって、で、今後さらに進むと日常生活でもテザーが使えるようになる可能性っていうのは、そういう意味では大いにありますよね。もうクリプトの世界ではドルといえばテザーっていうふうに人々が感じ始めれば、じゃあ一般的に我々が今紙幣で使っているドルとテザーって何の違いがあるのかっていうと、もうおそらくそろそろごっちゃの感覚になってきてる人っていうのもいると思いますし、まあ、実際それに近い今状況にあるんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあそういった状況を今後アメリカは避けるために、できるだけ早くこの何て言うんですかね、デジタル通貨っていうところの法律っていうものをしっかりと整えるっていうのと、あとはやっぱりまあそれに付随して規制とかですね、税制とかそういったところをしっかりと整えると。で、そういったところがある程度整ったようであれば、じゃあ結果としてビットコインの ETF っていうのの承認が必要というか、できるようになると。で、このやっぱりスピード感っていうのは本当に今アメリカとしては結構焦ってると思うんですよね。で、それは中国の人民元のっていうところもそうなんですが、このテザーとかステーブルコインの市場の拡大っていうのもかなり急激に来てて、やっぱりこの1年ぐらいで本当に急速に拡大してきてると思うので、なのでやっぱりそののらりくらりやっていたらもうちょっとやばいんじゃないかっていうような状況まで、個人的には来てるんじゃないかなと思ってます。なので、こういった背景があって、ビットコインの ETF が結構早いタイミングで承認されるような土台作りっていうのが行われるんじゃないかっていうのが今回僕の意見ですね。そういったことが行われることによって、結果的にビットコインの ETF の承認が思ったよりも早まるんじゃないかなと思ってます。こればっかりはですね、本当に承認されるまではいつになるかどうかっていうのは分かんないんですけれども、結構このステーブルコインの発行枚数とか発行額っていうのがどれぐらいなのか、どれぐらいのスピードで拡大していってるかっていうのを見れば見るほど、今見ればっていうのもそうですし、今後継続的にウォッチしていくことで、アメリカの中央銀行ですとか政府が結構その焦るだろうと。本当に週間数的にかなり急激に伸びていくようであれば、それはやっぱりドルっていうものが市場で信用を失うとは言わないですけれども、ドルに変わるような通貨が出てきていると、ほぼ言っても同じだと思うので、やっぱりそうなってくると、あ、もっと早いタイミングで承認しなきゃどうしようみたいな、どうしようっていうのはちょっと言い過ぎですけど、やっぱり本当に早く規制っていうものをかけていかなければいけないなというような状況になると思うので、今後はですね、このステーブルコインの発行額というところも含めて注視していくべきなんじゃないかなと個人的には思ってます。あまりそのビットコインの ETF が承認されるどうかっていうところって結構ブラックボックスで、我々としてはどのタイミングになるかっていうのは全くわからない中で、一つの指標になるかどうかっていうのはどこまでいったら本当に ETF が承認されるかどうかっていうのは、それを見ててもチャート見ててもわからないんですけれども、やっぱりそれが本当に急拡大することで、FRB とか、アメリカの政府が本当にこのデジタル通貨っていうところに対しての法律を規制していかなきゃいけないんだっていうところの、焦りを促す一つの要因にはなるとは思うので、今後も継続して皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。はい、今日のお話興味深かったなと思う方はですね、ぜひグッドボタンを押していただけると嬉しいですし、このチャンネルのサポートのために、このチャンネル登録していただいたりとか、また、ベルボタンですね。ベルボタンを押していただけると本当に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。